去年リサーチに来た時に、空港を降りまして、ここかカンザス空港からこのローレンスまで来る間に1時間長い間そのグレートプレーリーを見てきて、それで、こちらで日本語から英語にこう変換していくために、たどたどしい英語をこう話すようになって、自分が、まるで、言葉のまだわからない赤ちゃんのような、人間よりも人間以外のローレンスのこうものとがこうたくさん見えてくるようになって、でそれが、私の中では何か新しいこうカンザス、ローレンスのマップが描けるような気になって、最初にそういうアイデアを持ちました。それと、今回はこの屏風と、それからアニメーションと、それから鏡のモザイクの、狼と、そして、牛革の作品を作って、今回の、新しい視点で、インスタレーションし直しました。見ていると、なんとなくそこにこう、湖はこうなんか人魚のような形に見えてきたり、もう一つの湖は何か狼の上半身と下半身がこう二分化さ、二つにこう分けられてこう存在しているように見えてきたり、またカンザスシティはなんとなくこうものすごいこう、大きな蛇のように見えてきて、それがなんとなくこちらに来てからもう少しもう具体的になって、下図をきちんと決めてきたわけではなくて、こちらに来て制作をし始めながら、そういうモチーフをこう入れ込んで描きました。で、そういう博物館は、脅威の部屋と言われた、そのモダンの時代の一番最初にこうできた象徴的な建物だと思います。で、そこに人間と動物か分からないような形のものをインストールするってことは、非常に観客が複雑な思いが起こるんじゃないかなとこう思いました。自然と戦って、人間は、生き延びてきたんですけれども、その自然と人間のその関係性をここでもう一度こう考え直す時にこう来たような気がしているんですね。全体の、作品には関わっていますけれども、特にイントラレバーはちょっとそれがこう象徴的に展示されるようなシチュエーションが博物館で展示するときに、そういうふうに思いました。出会っていくことしかできないもので、美術館にあるわけでもないし、美術館の中にあるわけでもないし、アーティストがだけが持っているものではなくて、皆さんの中、一人一人の中にあるっていうことが重要であると。なので、なんて言うんでしょうね、どんなにその見る人だけが作家も気づかないものを発見してってくれると思っているので、この作品を作った時と今では全く感覚がこうもう一度どん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 こう違ってきているわけなので、いろんな新しい発見と私も気づかないものをぜひ観客の人たちに発見していってもらいたいなと思っています。